お疲れ様です。これね、今朝見た TwitterX の投稿記事なんですけども、やっと今ね、動画にすることができました。えー、タイトルは、NO 公明党。総科学会は別に私は嫌な気持ち持っておりません。小さくイエスです。自民党も NO ですね。でね、記事を見ますと、沖縄、名護市、辺野古周辺で、辺野古周辺とか書いてないですか、辺野古で、新基地 建設の埋み立て工事が本格的に始まった辺野古基地建設これにイエスと唱えたのが自民党それを応援したのが公明党けしからんろくでもない公明党本当にどうしようもないね創価学会の皆様のこれが意思だとは思いません創価学会の要求を全部突っ張ねて公明党が自民党にすり寄っているとひいては統一教会の仲間というね最悪の公明党でございますで2行目 抗議をするために泳いでいる方を海上保安庁は皇室ゴンボートで引いた。引き殺したんですかねこれは。やってくれるじゃないか。こんなことをやらしている自民党公明党政権ってひどすぎる。ひどすぎるよ。公明党。公明党はひどい。で、公明党にお願いしますっていう総学会の人たちもちょっと反省した方がいいですよ。こういうことをしてるんですよ。あなた方は。自民党は利権で裏金を作り、脱税し、その裏金を選挙資金に理不尽すぎると思う。その通り。 自民党は盗賊集団ですからね自民党の党の字がね盗むという字を書いてもいいぐらいですよこの自民党自民党ね盗賊集団制度化された盗賊それが自民党それに媚びを売る公明党公明党セコすぎるクズすぎるろくでもない創価学会の皆さんが目指した公明党はこんなもんではなかったはずだと思うんですけどもいかがでしょうかで公明党のいいところをねいろいろと探していたんですけども まだ見つかんないんですよ。もしね、何か公明党はこういう側面があるから日本の与党として必要なんですっていう意見があったらね、ぜひ私は知りたい。聞いてみたいと思いますし、おとなしくその公明党の美点がね、100に1つでもあるんだったら、そこをちょっと取り上げてね、真摯に考えてみたいと思うんですけども、どうでしょうか公明党が日本からなくなって地上から消えても、これ誰も困らないんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうかね NHK 党の方が随分と役に立つような気がするんですけどね。どうでしょうかどうですかね言い過ぎでしょうかこれは。ね、総科学会の皆さんはすごくいい人なのに、公明党が台無しにしてますよ、本当公明党。それじゃあ、戦争反対。公明党は戦争に賛成。公明党、お前らが行けよ、戦争は。もう、身内同士でやってくれよ、もう。行ってらっしゃい。